レスリングの世界選手権、第5日は14日、ベオグラードで女子が行われ、50キロ級決勝で、東京五輪金メダルの須崎優衣、キッズが、オトゴン・ジャルガル・ドルゴールジャブ、モンゴルを下して優勝した。須崎さんは小柄だけれど筋肉がすごいです。腕が、太ももぐらいあるんじゃないかってぐらい発達してますよね。見ていて痛快なのは、相手の選手にタックルして足捕まえたらいくら、抵抗してもくるくる回してポイント稼ぎまくちゃいますよね。金メダルおめでとうございます。2018年大会以来、3度目の世界一、65キロ級の森川美和、オルソークは、決勝で、劉慶、中国を破り、初優勝を果たした。決勝は、序盤からポイントを重ねていき、試合開始から1分23秒で、相手の動きを封じ込み、フォール勝ち。1回戦から全試合、無失点で、圧倒的強さを見せた。第一人者になりたくてやってきた。私はレスリングが大好きなのでもっともっと見たことがない。景色を見るために強くなっていきたいと思います。須崎選手は来月17日からスペインで行われる U23 世界選手権への出場を明言。各年齢カテゴリーの世界選手権で世界女王に輝いた須崎選手ですが、U-23 にはまだ出場していません。U23 だけ、まだ、ワールドタイトルを取れていない。絶対優勝して、カデット、ジュニア、U23、世界選手権、オリンピックの5タイトルすべて取りたいと思います。練習の虫として知られる、須崎選手。今回の試合で感じたこともあるので、早く、日本に帰って練習してもっと強くなりたいと、思いましたと意欲を燃やしていました。大会前には、強い気持ちで、金メダルを取る。50キロ級はやっぱり須崎だと世界に証明したいと、闘志を燃やし、五輪女王として挑む、世界選手権へ、プレッシャーはない。レベルが高くなればなるほどワクワクする。挑戦者の気持ちは変わらないと語っていた。五輪で、金メダルを手にしてなお、相手の映像を見るなど抜かりなく、研究も重ね、万全に準備を進めてきた。今後の最大目標として掲げる24年パリ、五輪での連覇に向け、大きな弾みをつけた。65キロ級の森川美和は、決勝で中国選手を下して、初の頂点に立った。今大会の日本勢の金メダルは、計4個。76キロ級の加賀美優勝は3位決定戦を制した。57キロ級で、昨年55キロ級女王の桜井つぐみ、68キロ級の石井赤井は15日の決勝に進出。72キロ級で2連覇を狙った古市真子、59キロ級の元木桜は準決勝で敗れ、3位決定戦に回った。国のスポーツファンは勝利に興奮し、ソーシャルメディアのコメントに次のように書いています。東京五輪出場が絶望的な状況から出場権を獲得して、さらに金メダル。まさに、シンデレラストーリーであった。彼女の実力は本物だと示す、この勝利、伊調さんや吉田さんを超える選手になることを祈っています。無敵。日本選手は彼女を目標に強くなっていく、可能性もあるな。近くにお手本がいるんだから。またもや完全優勝ですか？攻撃力はもちろん相手に何もさせない、防御力がすごすぎる。ポイントはバンバン取るし、相手には何させないからほとんど接戦にすらならない。他を全く寄せ付けない圧倒的な強さという点では、前世紀の吉田さんや伊調馨さんを超えているかもしれない。怖いのは、怪我だけ。どうぞ十分な休養をとって、吉田沙保里さんを抜くほどのレスリング界の第一人者になってください。応援してます。この写真の後輩筋の凄さに圧倒される。可愛くて強い。日本の女性はほんとすごい人いますね。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。ライクして下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。